皆さん、こんにちは。病院、それは命を救う場所。しかし、夜の帳が降りると、ここは全く別の顔を見せ始めます。今夜は、誰もが耳を疑うような、病院で起きた本当にあった怪事件をお届けします。第一の話、地下室の恐怖叫び声。第二の話、廊下の白衣幽霊の謎。この怪談話をお送りいたします。果たして、これらの話はただの迷信なのか、それとも、真実は、あなたが想像するよりも、ずっと近くにあるかもしれません。心の準備はよろしいですか？では参ります。第一の話、地下室の恐怖叫び声。病院の地下室は、医療従事者にとってもあまり行きたくない場所の一つだ。薄暗く、冷たい空気が漂い、古い機械や収納された古い資料が乱雑に置かれている。看護師のエミリーは、その夜、夜勤のシフトに入っていた。彼女の病院は創立から50年以上の歴史を持つ古い建物で、地下室には過去の歴史が染み付いているようだった。エミリーはその晩、地下室にある古い医療記録を取りに行かなければならなかった。通常は昼間に行くべき場所だが、その夜は緊急の記録が必要だったため、彼女は意を決して地下室へ向かうことにした。エレベーターで地下に降りると、扉が開く瞬間に冷たい風が彼女の顔に当たり、不気味な予感がした。エミリーが古い棚を探し始めて数分後、突然、遠くから悲鳴が聞こえた。女性の叫び声だった。その声は、苦痛と絶望が混じったようなもので、彼女の背筋を凍らせた。エミリーは一瞬、何かの聞き間違いかと思い直そうとしたが、再び叫び声が響いた。今度はもっと近く、もっと鮮明だった。エミリーは恐怖に震えながらも、叫び声の出所を突き止めるために地下室を歩き回った。暗い通路を進むたびに、彼女の心臓は激しく脈打った。通路の奥には、ほとんど使われていない古い診察室があった。扉は錆びつき、長年の埃が積もっていた。彼女がその部屋に近づくと、叫び声は再び響いた。エミリーが扉を押し開けると、中には古い医療機器やベッドが放置されていた。部屋の隅には古びたカーテンが引かれており、カーテンの向こうから低いうめき声が聞こえてきた。エミリーは恐る恐るカーテンを引くと、そこには血まみれの衣服を着た女性の姿が横たわっていた。女性は苦しそうに身をよじりながら、助けを求めるような目でエミリーを見つめていた。エミリーは一瞬、何が起こっているのか理解できなかった。彼女は女性に近づき、手を伸ばしてぶれようとしたが、突然女性の姿が消えた。その瞬間、エミリーは過去の記憶がフラッシュバックのように頭の中に流れ込んできた。何十年も前、この病院で非人道的な実験が行われていたという話を思い出した。実験の対象となった患者たちは地下室に隔離され、多くの人々が苦しみの中で命を落としたという。エミリーは恐怖に震えながらも、再び叫び声が聞こえないことを確認し、急いで地下室を離れた。エレベーターに飛び乗り、ドアが閉まると同時に安堵のため息をついた。彼女はナースステーションに戻り、上司にこの出来事を報告したが、誰も彼女の話を信じようとしなかった。しかし、エミリーの心には、あの地下室で何が起こったのか、決して忘れることのできない恐怖の記憶が刻まれていた。エミリーはその後も病院で働き続けたが、地下室に一人で行くことは二度となかった。彼女は他の看護師たちに、自分が体験した恐怖の話を語り、同僚たちも地下室に対して警戒心を持つようになった。病院の地下室は、今もなお多くの謎と恐怖に包まれている。エミリーが体験した叫び声は、過去の悲劇が今もこの場所に刻まれていることを示していた。第二の話、廊下の白衣幽霊の謎。病院の夜勤は、多くの看護師にとって一種の試練だ。深夜の静けさ、廊下を歩く自分の足音だけが響く中、彼らは患者の命を見守り続ける。看護師のジェシカもまた、その一人だった。彼女が働く病院は、創立から100年以上の歴史を持つ由緒ある施設だったが、その古さゆえに多くの怪談が囁かれていた。ジェシカはある晩、ナースステーションで書類作業をしていた。時計は午前3時を指しており、病院内は静寂に包まれていた。突然、廊下の向こうから白い影が見えた。彼女は目を凝らし、白衣を着た女性がゆっくりと歩いてくるのを確認した。ジェシカはその女性が同僚の看護師だと思い、声をかけようとしたが、女性は無言で歩き続け、やがて角を曲がって姿を消した。ジェシカは不思議に思いながらも、再び作業に戻った。しかし、彼女の頭からその白衣の女性の姿が離れなかった。翌日、
彼女は同僚にその女性について尋ねたが、誰も該当する人物を知らなかった。同僚の一人が、それは白衣の幽霊じゃない、と冗談交じりに言ったが、ジェシカは笑い飛ばすことができなかった。それから数日後、ジェシカは再び夜勤に出た。深夜の巡回中、再びあの白衣の女性の姿を見た。女性は廊下の奥で立ち止まり、じっとジェシカを見つめていた。彼女は恐怖を感じながらも、女性に近づこうとした。しかし、彼女が数歩進むと、女性の姿は消えてしまった。ジェシカはこの出来事を無視することができず、白衣の幽霊について調査を始めた。彼女は病院の古い記録を調べ、過去にこの病院で働いていた看護師の中に不審死を遂げた人物がいたことを知った。その看護師は、病院の創立初期に働いていた女性で、ある日突然行方不明になり、数週間後に病院の地下室で遺体となって発見されたという。ジェシカは、その看護師の幽霊が未だに病院を彷徨っているのではないかと考えた。彼女は幽霊の出現が特定の場所や時間に関連していることに気づき、そのパターンを追跡することにした。ある晩、彼女は同僚と共に、幽霊が現れるとされる廊下で待機した。すると、予想通り白衣の女性が再び現れた。ジェシカは恐怖を抑えながらも、女性に話しかけようと試みた。あなたは誰ですか？何が起こったのですか？と声をかけると、女性はゆっくりとジェシカに近づき、低い声で助けてとつぶやいた。その瞬間、女性の姿は再び消え、廊下は再び静寂に包まれた。ジェシカはこの幽霊が何かを伝えようとしていると確信し、さらに調査を進めた。彼女は古い新聞記事や病院の記録を丹念に調べ、ついに真実にたどり着いた。白衣の幽霊は、当時の病院長によって秘密裏に行われた非人道的な実験の犠牲者だったのだ。彼女はその実験に反対し、真実を暴こうとしたために命を奪われた。ジェシカはこの事実を公表することを決意し、病院の歴史に刻まれた悲劇を明らかにした。彼女の勇気ある行動により、病院は過去の過ちを認め、公式に謝罪を行った。幽霊の看護師の霊は、ようやく安らぎを得たかのように、その後現れることはなくなった。ジェシカの体験は、病院のスタッフたちにとって深い教訓となった。彼らは、過去の過ちを繰り返さないために、患者一人一人に対する細心の注意とケアを改めて誓った。ジェシカ自身も、この経験を通じて、看護師としての使命感を再認識し、日々の業務に励むようになった。この物語は、病院という場所が持つ独特の緊張感と、そこで働く看護師たちの心の強さを描いている。ジェシカの体験を通じて、私たちは未知の現象に対する恐れと、それにどう向き合うかということを考えさせられる。看護師たちが日々直面する試練と、それを乗り越えるための勇気と献身は、私たちにとっても大きな教訓となる。この物語を通じて、看護師たちの仕事の重要性と、その背後にある人間ドラマを感じ取ることができるだろう。今夜の怪談話はいかがでしたか？あなたの周りにも、語られざる怖い話が隠されているかもしれませんね。もし今夜の話に興味を持ったなら、このチャンネルをぜひ登録してください。そして、ベルのアイコンをクリックして通知を受け取ることを忘れずに、次回も、あなたを驚かせるような話を用意してお待ちしています。恐怖と興奮が交錯する、病院の怪談シリーズをお楽しみに。それでは、皆さん、良い夜を。またお会いしましょう。さようなら。